はい、どうもこんばんは。ガクチャンネルのガクです。ですね、今日はですね、またちょっとジンバルのね、ご紹介をしようと思います。実はね、僕結構ジンバルご紹介してるんですけど、フェイユーテックさんのね、ジンバルに関しては最近はね、TS トレードさんっていう会社の方から商品提供を受けましてね、ご紹介をさせていただくんですけど、今回もね、そういった形で TS トレードさん、またね、商品レビューのご依頼の方をいただいて、私もね、ジンバル結構興味があるんで、お受けして、やらせていただくということになりました。どうもありがとうございます。 TS トレードさんね、いつもありがとうございます。今回はね、何かというと、じゃん、こちらです。 Vlog ポケット2ね、という製品になります。1があったんですけど、1からね、ちょっと見栄えっていうかね、ボタンの数とかもちょっと増えて、なんていうか、機能も良くなったというね、バージョンアップしたバージョンになるんですけど、こちらのね、紹介をしていこうと思います。もうとりあえずね、開封の方をしていこうかなと思います。外箱はもうちょっと外しちゃったけど、こんな感じね、こんな感じですね。はい、よでね、すごくね、ちっちゃい製品になります。スマートフォンをね、つけて、やる、ジンバルなんですけど、本当にコンパクトでね。で、最初ね、こういうこの手のジンバル出たての時は横方向でね、こういう風に、撮影するのが主流でしたけど、今はね、縦方向で、インスタとかいろんなものがあるんで、縦方向でね、撮影もできるようになってます。で、中に入ってるのはまず、説明書ね。説明書、これは、僕のやつは英語中国語バージョンかな、はい、が入ってます。もしかしたら、正式に日本、発売になって、こうなんていうか、販売されるモデルは日本語かもわかんないですけど、一応私が、提供いただいたのは英語、中国語モデルですね。説明書で、こういうふうなちょっとした、いつもフェイユーテクさんの方に入ってるね、もの、が入ってて、実際の商品がこちら、ダーンね。はい、本体がめちゃめちゃちっちゃいねえ、なんか最初に、なんていうか、この点のやつ出たところね、頃のことを考えるとすごいちっちゃいですよね。で、折りたたみがされてるんで、カバンとかにスッとね、入れれるような感じになってます。これね、また後でやればいいんですけど、こういうふうに、組み立てをして、なんていうか、やるものになります。ちょっと充電とかね、したんで、これはちょっと一回開けたんですけど、まず本体ね。で、本体にこう、つけれるミニ三脚ね、これがだから結局、もうつけときましょうか。底面ね、三脚ネジ穴がついてるので、ここへ、つけます。こんな感じ。ね。すごいコンパクトですね。で、あとは充電用のケーブル。これ USB の、タイプ C と A タイプと C タイプね、分です。充電用ケーブル。で、持ち歩き用の袋。ね。以上です。これもシンプルですよね。はい、ということで、まずね、製品の方、実際の方、このものを見ていきたいと思うんですけど、どうですか、ピント合ってますかね。さっきも言いましたように、折りたたみ式で入ってます。で、ここをまず伸ばすんですけど、伸ばして、ここね、で止めますね。そうするとこれが動かなくなるっていうかね、感じになります。で、全てね、まず上からいきましょうか。ここになんかロックのマーク書いてるの分かりますね。だからこれをね、どっちかな、こうか、ちょっと待ってね、ちょっとカメラ反対になるか、こうね、こういう風にするとロックが外れて動くようになります。これがね、だからこの上もやね、どこにマーク書いてるか、あ、こっちか、ちょっと見えにくい、底面に書いてるんですよ、ここ。だから1箇所、2箇所で、ここね、どこに書いてるマーク、これかね、ここね、ここね、カチンとやると、こうなんか出っ張りみたいなやつと、ここになんかこう、その出っ張りを収納するような、ここね、やつがあって、カチン止まるような感じになります、ロックがね。
こんな感じ。これが3箇所ありますね、こんな感じね。で、つけるのはね、もう簡単。ここが上下に伸びるので、まあスマートフォン、僕のやつは 10S Max ですけど、ちょっと薄いね、カバーをつけてますけどよ、それでも、入ります。ちゃんと特に問題はなく、つけることができます。こんな感じね。で、今ちょっとこう傾いてますけど、これをね、ちょっと待ってね、真ん中に、こうなんていうかな、左右プラプラならないように、重心を真ん中にね持っていってあげます。まあ大体合えばねいいんですけどね。こんな感じ、こんな感じね。離した時にまっすぐの状態が維持できるように、まずセットをしてあげます。でこの状態で電源ね、あ、そうそう、ボタン関係言ってなかったね、本体のね。もうこれもシンプルなんですよ。ここにね、サイドにまず電源ボタン、ね、電源ボタンがあって、でこれまた後で言いますけど、ジンバル、これをね動かすためのジョグダイヤルで、録画ボタン、動画の録画ボタン、この赤いやつで、このカメラのマークのやつがシャッター、静止画の撮影ボタン。だから動画と静止画のモード切り替えなんていうのはいらないですね。押すボタンを変えるだけで、こうスマホで何を撮るかね、動画か静止画か、これを決めれるわけですね。でこれがファンクションボタン、まあなんかちょこっとした時に使いますけど、で、これがズーム、これもあくまでもカメラのね、スマホのカメラのズーム機能ね、をやります。でここがまあなんていうかな、ジンバルのこう一時的に、まあ、向きをロックしたりするボタンですね。はい、こんな感じです、ね、じゃあ電源入れましょう、ここね長押しするとピコポッと言ってこう電源が入りますね。で当然これだけでもある程度使えるんですけど、アプリがあります。で、アプリをねちょっと立ち上げましょう。ちょっとごめんなさいね。ここからはね、ちょっとスマホの方も、画面録画を、して、スマホの画面もね、ちょっとこの横の方に出しながらやっていこうかと思います。ちょっと今横画面なんですけど、フェイユーオンっていうアプリね、があります。こちらの方を立ち上げてもらうと、基本的には、ジンバルの電源入れてれば、Bluetooth で探していってね、接続をしてくれます。で、まあ最初ちょっと英語ですけど案内が出てます。なんていうかな、いろいろ機能がありましてね、面白いんですよ本当に。アクティブトラックっていう機能ね、まあいろんな、僕の、なんていうか、動画だったらドローンとかでもね結構やったりするんですけど、まあ、今この手の部分で、こう画面でスライドしてこう 目標物を決めてあげると、それを自動で追ってくれるんですね。あ、ちょっと今、追うのが暗いかな。あ、追ってくれてますね。ちょっとコントラストがはっきりしてないと追ってくれない、追ってくれにくくはなると思うんですけどね。上も行きますよ、下も行きます。まあ、あんまり早かったらね、ちょっとね、追えなかったりするんですけどね。はい。だからそういうのはありますよね。まあ、なんていうか、普通にだから撮影をしたりする以外にも、こういう面白い機能があります。で、あと、なんていうかな、その、物を追うっていうのでも、今、画面をね、こうタッチを、しましたね。だけど、そうじゃなくて、今、ここの画面の横のところに、なんか四角に丸、だから点みたいな打ってるやつがあるんですけど、それを押すとね、これもまた面白いんですよ。画面中央にそれがターゲットみたいなやつが出てきてね、でこれ実はこの後ろの背面のこのボタンでターゲット合わせて、ちょんちょんダブルクリックだったかな、あ、シングルクリックだよね、シングルクリックでターゲットロックオンしてる。あ、今ちょっと、うん、そうなんですよ。でもう一回押すとロックオンを解除してくれる、うん、そうね、うん、で完全に解除するためにはこの画面のボタンを押してあげると、これも結構面白いんですよ。これ特徴的でね、
面白いです。で、まあ、ちょっと細かくパッパパッと見ていきましょう。まずこのボタン関係ね、動画静止画のボタンね、まあここでもできますけどね。でこれはモードね、写真のモード、こうワイド画面とかね、いろいろワイドショットかね、そういうのも撮れます。パノラマ撮影なんかは手でやるとね、非常にやっぱりブレてしまったりね、するんで、これでね、特に三脚でこう固定してあげると、すごく撮りやすいと思いますよね。こういうのはいいと思います。であとなんか これもね、どういう風な使い方をしたらいいのか分かんないんですけど、このオーバーラッピングイメージってですね、こう二重で撮影してそれを合成するような撮影のモードなんですけど、これも例えば、まあ例えばですよ、これを1個取ったらこう残像みたいに残るんですよね。でもう一回押すと、この合成したやつが最終的に保存されているという感じになってます。こういう感じ、こういう感じ。まあこれをどういうふうに使うかっていうのは、まあクリエイター側のね、そのまあイメージで考えないとダメなんですけど、まあこういう面白い機能もついてます。まあパノラマとかはね、大体皆さんもお分かりだと思うんで、別に説明の、その必要もないと思うんですけどね。まあそういう機能もついてます。動画に切り替えたら動画、これもね、タイムラプスとかモーションラプスとか、まあこの辺りはもうね、いろんなものについてる機能なんで、もうあんまり説明いらないと思うんですけど、ドリズム、こちらの方も、できます。まあちょっと何て言うかな、こうスケールアップしたりこう、いろいろ設定をね、して、開始というのをやるとどうなるかっていうと、カウントが始まって、ここからね、ぐーっとこう寄っていってくれるんですよ、自動でね。であくまでもまあカメラの中の、ズームなんで、ちょっと寄りすぎると、まあ画像の解像度とかが悪くなったりはしますけど、これをまあうまく撮影の中で使っていくっていうのも、まあ何て言うかな、面白い絵が撮れるかもわかんないですね。こういう機能もあります。で、あとはね、そうそう、まあ自分の方自撮りモードにするのか、こう切り替えるボタンがあって、あと設定ね、設定はこちらの設定ね、左側の設定っていうのはバッテリー、うん、まあ何ていうか写真のタイマー設定とか、まあいろんなものがあるんですけど、顔をね綺麗に、映らせるビューティーモードっていうのもあるんですけど、これ僕でやっても意味がないと思うんやけどね、ちょっとやってみましょうか。僕の方をちょっと向けてね、カメラこっちに向けて、うん、でこれでね、ビューティーモード、あ、ちょちょちょ、ビューティーモードに切り替えてみましょう。どうです？なんかちょっとこうもやっとしてますよね、もやっと。うん、だからシワとかが目立ちにくくなるような感じには、なるかと思うんですけどね、そういうモードがあります。で、その他ね、これも面白いなと思う機能なんですけど、一つなんですけど、チョキのマークね、チョキのマーク、これを押すとどうなるかっていうと、これちょっと自撮りモードにまたしますけどね、こういう状態ね、今こっちからカメラ撮ってますけど、ピースしますね。ピースすると勝手にカウントが始まります。うん、こんな感じね。ちょっと今、まあカメラの画像でも見てもらったんであれなんですけど、これね、見えますかね、これでね、こうでいいかね、これでほら面白いでしょ。だピースしたらもうカウンターが始まるんですよ。だからこの後にポーズを変えても全然問題ないね。こういう機能もついてます。だからこれ、こういうのはね、使うあれによって面白いんじゃないですかね。まあ旅行行った時ね。でそうそう、モードのね、この左側の一番下設定画面あるんですけど、その、さらにね、設定のところがモアセッティングっていうのが一番下にあって、でここら辺やると、まあプロモード、プロモードってやるとね、この、画面の上のところで、ISO 感度とか、まあいろんなものを、変えることができます、手動でね。
これプロモードで、この涼水順かな、このやつはね、これオフオンにしてるとね、撮った画像のね、下のところにこう、あのなんていうか、フェイユーテックポケット V2 とこう出てくるんですけど、これオン、さっきのやつオンにしてたらここに出てきますね。あのちょっとなんか、あの意味がよくわかんないんだけど、あの日本語がちょっとおかしいのかな、そういう風に言うのかな、この印みたいなやつね、これ涼水、まあこのやつですわ、2番目のやつね。で他はパノラマ保存のオリジナル画像やから、もう何枚か撮って合成するんですけど、合成する前の、合成したやつだけを保存するのか、その前のやつも保存するのかとかね、まああの、まあそんなんいろいろあります。他はね、そんなにあれかな、あのまあなんていうかな、 そんな別に見てもらったら分かるようなものばっかりですね。はい、まあそんな感じですよ。あとこっち側にも設定あるので、これ真ん中のやつはさっきねやってた追尾のやつね、面白いやつですけど、でこっちのセッティングは、まあ、あくまでもリモートコン、あの下のやつがジョイスティックのこの設定ね、まああのなんていうか、向きを逆にね動かすとか、あのスピード、こうジョグダイヤル動かした時のスピードとかを、設定するやつですね。でリモートコントロールっていうのは、これはね これでやるとここでこう動かせれるんですよ。だからあくまでも多分2台持ちとかしてて、1台はもうカメラにね、入れつけといて、もう1台のスマホで、この、ジンバルにつないでリモートコントロールにして、やるとかね、まあそういう風な使い方の時にこれを使います。こっちのセッティングはもうそのくらい、ね、で使い方もねそこまでね、だから難しくないんでね、あの画面の方はそんな感じね。で、まあ、さっき画面の方を説明した方が分かりやすいかなと思ってそうしたんですけど、基本的にはもうさっき言ったみたいに、これでジョグダイヤルなんで、こう向きがね、こう変わる、ような感じね。でもうボタンはいいですよね、これ録画ボタンと静止画ボタンね、これはもう押さなくても分かると思うんで。でこの M って書いてある、このあのファンクションキーね、これ今の状態だったら、このなんていうかな、こう上とか下とかやった時にこう追従して、ちょっと向きがおかしくなっちゃってる、うん、こうスマホが下向いたら下向くでしょ。で、この M っていうのを押すとロックモードになるんで、こう下向けてもこっちのカメラの、なんていうかな、向きが変わらない。でこれやるともう一回押すとフォローモード、下やったら下、右やったら右、左やったら左ね、こんな感じね、この切り替えをここでやります。まあ、あとはね細かいこと言うと、これであのジンバルのそのなんていうかな、なんていうかな、この初期設定みたいなね、もうやるんですけど、なんていうかな、ジンバルの挙動が不審になった時ね、まあそういうのは説明書に書いてあるんで、まあ別にいいと思うんですけど、まあそういうのをやるボタンね。でズームはもうさっきちょっとあれしたけど、ズームね、こんな感じでズームの速度も調整できますね。ただまあこのズームをどんだけ使うかっていうと、やっぱり近づくとね、解像度荒くなっちゃうんで、まあ、そこら辺はちょっと使い勝手ねどうかなっていうところなんですけど、あとはこのこっち側のボタンね、こっち側のボタンここね、でこれはね、あれですよ、押しながらやるとロックモードになります。押してる間だけねロックモード、離すとねまあ普通のフォローモードになります。で2回ちゃんちゃんってやると、どんな状態からでも、向きがデフォルトの状態に戻ります。2回ね、2回で3回押すと、ちょんちょんちょんって3回押すと自撮りモードに切り替わりますね。ちゃんちゃんちゃんって押すとね、3回押すと元戻るね。これはあくまでもあのインカメ、あの中と外のカメラの切り替えだけなんで、あのやっぱりそのカメラの性能がね、やっぱりあの外と中で違うと思うんで、だからあのまあ自撮りするときにでもね、やっぱり画面見ないとダメだと思うから、まあそういう切り替えねになりますよね。はい、ということで、まあざざざと説明したんですけど、あのなんていうか機能的にはね、やっぱり十分すぎる機能が入ってると思います。
あの面白いね、そのアクティブトラック、ね、こう追従モードとか、まあ、ピースしたら取ってくれるとか、自分が外に行った時にいろいろこう、撮影するあのその便利機能っていうのはね十分入ってるので、すごくね面白い製品だなと思いました。それに何よりコンパクトですよね。持ち運びがしやすい。もう、まあ、三脚これをつけたままにしてることが多いと思うんですけど、取っちゃったらねもう本当に手の中で収まっちゃってるんでね、これはすごいですよね。はい、使いやすいと思います。はい、ということで、まあまたね概要欄の方とかに製品の、その紹介っていうかね、メーカーさんのページとかも載せとくんで、まあ、気になった方はまた細かくね、そのスペック値、チェックしていただけたらなと思います。はい、そしたら今日はね、この辺で失礼しようと思います。またねちょっと違うバージョンのね、ジンバルもまたもう一機種ね、ご紹介、レビューの方ね、いただいてるので、そちらの方もねまた次やりますんで、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。